皆さんこんにちは。は、え、じ、ー、めまして、えー、浜田裕太と申します。えー、僕はですね、えっと、関西学院大学という、えー、大学にいる、えー、学生でございまして、えー、地域活性化の NPO に、えー、入っております、えー。皆さんに早速ちょっと質問をしたいんですけども、皆さん、京都といえば、えー、どんなイメージがありますか例えば多分、皆さんの中で今思い浮かんだのは、多分、清水寺だったりとか、っていうこうお寺だったりとか、 まあ,神社あとはですねこの、まあ、舞妓さんとか、まあ、こういったイメージを多分京都に対して持っている方っていうのは非常に多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますただですね今日は神社でもお寺でも舞妓さんでもなくこの海のある京都についてのお話をしますええここ 地域活性化に、えー、取り組んでます。じゃあ今日もう一つ、えー、質問させていただきたいと思います。この中で、えー、地域活性化にまあ関わっている人、えー、興味がある人、えー、そんな方はどれぐらいいらっしゃいますか。おお。ちなみにじゃあ全くこう関わったことがない人とか、あんまり興味ない人ってどれぐらいいますか。は半々ぐらいですね。 僕の中ではこう、まあ、京田辺だったらまあ非常に都会だからあんまりこう関わったこととか興味のある人いないかなと思ってたんですけど意外とととと興味のあるる方方かやってる方がいらっっっっててがいいらししゃちょっとびっくりしたなと思いますで今日はですね、まあ、僕のお話を聞いていただいた後にはなんか地域って面白そうだなとかなんか地域って関わってみたいなとかなんかあわよくば移住でもしたい,したいなとか,なんかそんなふうに思ってもらえたらいいなと思ってお話をさせていただきたいなと思います。 今日する話の中で僕が一番伝えたいのは人々と地域にはものすす。ごいい可能性があるなという話ですそして地域というのは人の可能性を開花させるような場所であるというお話をしたいなと思っておりますその前に少し自分の話を少しさせてもらいたいなと思います僕自身ですね少年時代非常に冴えない少年でございました勉強も苦手で スポーツもも苦苦手手で,で友達付き合いも苦手、まあ、そんな少年でした10人の野球チームに所属していたんですけども、えー、僕だけ試合に出れないそれぐらいスポーツもできない少年でした、えー、だからこそ僕は何に対しても自信が持てませんでした自分は何やってもダメだ何やってもうまくいかない、まあ、そんなことを思っていた少年時代でしたただ高校生の時に転機がありましたそれは 地域ででボランティアを始めたことです当時僕は地域のイベントで自分で出し物をしたり、えー、地域のイベントのお手伝いをしたりまあそんなことをするボランティアをやっていましたその時地域の人たちに言われたのは「いやー君若いのに頑張ってるね」とか「いやーこれから君らにかかってるからね」っていうのをまあ地域のおっちゃん方に言われたんですねこう地域だと若い人がなかなかいないっていうのは多分どの地域でもそうだと思いますだからこそ まあ、今となれば当たり前に言うことなんだろうなとまあ思えるんですが、まあ当時の僕からしたら、あ、こんな自分でも認めてくれる人たちがいるんだ、こんな自分でも評価してくれる人がいるんだっていうことに、えー、と思えるきっかけになりました、えー。初めて自分を認めてくれた場所が地域だったからこそ、僕はそこから自分の故郷に何か恩返しをしたい、この地域のために何かできるようになりたいと思い始めました。 そのためには自分自身が強くならないといけないし自分自身がもっと勉強してもっといろんな知識をつけないといけないと思いましたでそこから自分はできなかった勉強をして大学受験をしたり大学に入ってからいろんな勉強をしたりいろんな地域に行って地域活性化を学んだりいろんな人たちと会って自分の見識を広げたいそんなことをするようになりましたそれが自分の地域活性化に取り組んだきっかけです でそこで僕は大学に入りまあ大手街大阪にやってきました、えー。都会っていうのは非常に素晴らしいなと僕は都会に来て思いました。それは何かというと刺激的な人がたくさんいるなっていうのが僕の都会に来た時の感想です。同世代にもかかわらずこう自分で会社を立ち上げているような人がいたりとか。あとはですねこう今日も TED で出たと思うんですけどもまあどうせでこう研究を頑張ってものすごい自分とは違う えとこういうことを取り組んでいる人がいたりとかあとはスポーツだったりとか芸術で何か一つ成し遂げようとしている人たちまあそういった人がたくさん都会にはいるなと思いましたそしてそういった人と触れ合うともっと自分も頑張りたいなもっと自分も何かしていきたいというふうにまあ思うようなきっかけにもなりましたただ一方でまあそういった人たちだけがえいるわけでもないなと思いました都会に来てまだ思ったのは何かしたいけど こうどうしていいかかからないないとかなんか何かしてるけどもやもやしているまあそんな人がいたいとか何かこう競争社会にもまれてこう何かこう自信をなくしている人だったりとかこう活力が失われている人だったりとかまあそんな人たちも見てましたまあ少し言い方が悪いかもしれないですけどまあ少しくすぶっている人でそういった人が都会にもたくさんいるなと思いましたそこで僕は思いました 活躍する場所は必ずしも都会だけじじゃゃななくていいんじゃないんかと地域に行けばもっと活躍できる場所がいっぱいあるのにと僕は思いました地域というのは少しいろんな人から離れて見られてる場所かもしれませんが僕にとってはものすごいチャンスがある場所だと思っていますそれはなぜかというとその人口減少という現象が全てを語っていると思います少し説明させてもらいます今人口減少 をしているというのは、多分皆さんご存知だと思うんですけども、2040年までにですね、896の自治体が消滅するとも言われています。でこの人口減少が進んでいくことによってどんなことが起きるかというと、まあたくさんの課題がその地域の中で、えー、起こっていきます。まあ例えば僕今6個挙げてるわけですけども、まあ、これ以上にもたくさん地域に課題が生まれてきます。で、これらの課題というのは。 悲観的に捉えるとあたくさん課題が生まれてきてこの地域ってもなんかやらないといけないこと大変だなと思えるかもしれませんただこれをポジティブに考えてみましょうするとこれらの課題っていうのはものすごいチャンスなんじゃないかと思ってますでなぜこれがチャンスなのかというとですねまず一つ課題はたくさんあるけども人がいないんです地域っていうのはつまりですね、まあ、課題が転がっているときにそれを解決しようと。 まあ取り組むことができるときに、まあ自分がやりたいですと手を挙げたら、まあそれをやらしてもらえる。まあこれがまあ一つ地域のいいところかなと思ってます。えもう一つは有給資材がたくさん余っている。ただこれは空き家だったりとか、まあ廃校だったりとかもそうなんだと思うんですけども、まあ何かやろうと思ったときに、まあ使えるリソースがたくさんあるのがまあ地域のいいところだなと思ってます。そして三つ目は人口減少っていう課題が世界最先端の課題であるということです。 地域って一見地味で目立ってないかもしれませんが、まあ、人口減少していってるっていうのは日本が最先端ですじゃあその課題に取り組むことができるっていうことが一つ、えー、チャンスなんじゃないかなと思ってます、まあ、そういった、えー、チャンスが地方にはたくさんありますだったら都会で活動する都会で活躍するだけが全てなんじゃないかな全てではないと思ってます都会で活躍して何か成し遂げるっていうのは非常に僕は素晴らしいと思ってます そそしててれも意義があることだとだ思ってますただみんながそうじゃなくてもこの地,地域で何か取り組む地域で何かことを成し遂げるまあそんな人が増えてきてもいいんじゃないかなと思ってますまあということを踏まえるとまあ少しは地域に対するイメージとか考えが少し変わった方もいらっしゃるかなと思いますじゃあとはいえ今から移住しようとか考えてもまあすぐにはこう移住とかはできないなと思ってますいきなり移住しようとも思えないと思います なので僕がここで提案したいのがこの関関係人口という関わり方ですこの中で関係人口という言葉を聞いたこともある人もいればあの全く聞いたことがない人方っ,っていうのもいらっしゃると思うので少しあの紹介させていただきたいなと思うんですけどもこの関係人口というのはですね、えー、その町に住んでいる定住人口あの、まあえー、住人の人口ではなくまたまたその 観光客だったりとか、全くその地域に関わりのないまあ、交流人口という人たちでもない。その間の人口のことを関係人口と言います。いやいや、ちょっと何言ってるかわからないぞと思ってる方もいるので、もう少し具体的に説明させていただきます。例えば、この同志社大学を起点に、えー、考えてみるといいかなと思います。この同志社大学があるのは京田辺市ですよね。なので、京田辺市に住んでいる人っていうのはこの。 えー、定住人人口にあたる人だと思いますで全くこの京都の飯にまあ関係がなかったりとかもう来たこともない人とか観光で一回来たことがあるよぐらいの人は、えー、このまあ関係なないい交流人口かなと思いますじゃあ例えば大阪市に住んでたりとか京都市に住んでるけどもこの同志社大学に通ってる人たちっていうのは、まあ、関係人口であるかなと言えます。 またこう通勤や通学で関わっている人たちだけを人たちだけをまあ関係人口というのではなく例えば京田辺市にふるさと納税をしている人これも関係人口と言えると思いますまた今は東京に住んでるけども実家が京田辺にあって、えー、毎年お祭りのために帰ってきるとか年末年始帰ってきているそういった人もまあ関係人口と言えるんじゃないかなと思っていますまあそんな関係人口を作る取り組みを 僕は今京都の単語で行っていますなぜこんな取り組みをしているのかというと僕自身が就職活動をしていた時の、えー、話につながります僕は昨年、えー、就職活動をしていました、えー、僕の中では2つ、えー、な思いがありました自分の地元に帰って自分で事業を作っていきたいっていう思いが一つもう一つは東京に行って IT とか、えー、そういったことを勉強して 地元に帰りたいいい、まあ、そうったたた思いが2つありましたただその2つを両立できる選択肢はなかなかないなっていうことにぶち当たりましたそして周りの就職活動をしている地元の友達にも話を聞きましたするとみんなはいや「地元は好きだけどやっぱ東京で就職するよ」と言いますで彼の話を聞いているとやっぱり地元には選択肢がないえ自分の、えー、やりたいことができる仕事がない まあそんなことを言ってました。だからこそそこで見えてきたのは地元を離れるっていうことは地元が嫌いだから離れてるのではなく、そのライフスタイルの変化だったりとか、今合う選択肢がないから地元を離れてるんだということに気づきました。そこで僕が考えたのは、まあどんなライフスタイルでも、まあどんなところに住んでても何かしらの形で地元に関われる仕組みだったりとか、プログラムが、まあそういったものがあればいいなと。 もういい自分はそういった取り組みを始めようと思って今行っています。例えばどんな例があるのかっていうのを少し二つほど紹介させていただきたいと思っています。一つは我々の NPO の話です。僕たちの NPO はですね、東京に在住する単語地域出身者が立ち上げた NPO でございます。でこちらの写真はですね、三年前ほど前に始めた。 日本三景天橋立で,でビーーチバーを行ううという取り組みですでこのプロジェクトはですね、えー、地元出身の東京で、えー、広告代理店で働く人が、えー、立ち上げたプロジェクトです。この浜辺をを使ってビーーチバーをしようとそう地元の省を呼びかけて、えー、作りました東京にいながらも、えー、毎月毎週のように地元に通い地元の人たちと打ち合わせをし地元の反対を押し切って、えー、完成させたのがこのイベントになります このイベントがうまくいったのは僕大きく2つの要因があるなと思います一つは地元出身の者だけでたち地元在住者だけでやったのではなく地元を知っている外の人がやったからじゃないかと思います地元を離れた目線で地域を見たからこそこのビーチバーというのは生まれたと思います天橋立というのは観光地であって多くの観光客が来てくれる場所ですしかしかか地元の人から見れば いつもあるビーチなんです。ただそれを東京に出た地元出身者が、いやこのビーチは素晴らしくて価値があるんだという発信をしたからこのアイデアが思いついたんじゃないかと思います。もう一つは発案者が地元出身者だったっていうことがあります。地元出身者だから地域の人たちを巻き込んでこのプロジェクトを作り上げたっていう要因があると思います。これがまあ一つ事例としてあります。 ただこの事例を話してて、えー、僕自身も思っているんですがこのように自分で何かテーマを作テーマを設定して、えー、地域との関わり方を自分で作り出していく、まあ、そういった方々たちは非常に難しいなと僕は思っていますこのように何かを作り出すだけじゃなくてそうじゃない人たちでももっと気軽に、えー、地域に関われるようになる必要があるかなと思ってますそういうこで今、えー、僕が始めているのは、えー、地域の会社のお困り方をがと 地域にに関心のある人に解決しててもらうそんな仕組みを作っています例えば今やってるのはこういったことをやっています。京都府舞鶴市にある会社のですねブランド戦略会社のブランド戦略というのを作るのをお手伝いしてくださいというのを募集して都市部の人にやってもらうというようなことをやっています。実際ににここには地元出身で で高校卒業以来全く地元に関わってないけどこれを機に地元に関わって何か地域に恩返しをしたいそういった方が参加していただいて今実際にこのプロジェクトが動いています。で,で僕はこう,こういったそういった人たちのためにこういった機会をどんどん作っていきたいなと思っています。まさしく、こうういいった関係人口という形で、 関わることっていうのはものすごい可能性のあることだと思っていますいや自分が関わって何になるんだよとかいや自分でなんかできることあるんだろうかとまあ、思っていらっしゃる方もいると思うんですけども皆さんが関わることで必ず地域は何かしら一歩前進すると思っていますそして地域にはたくさんの課題がありますそしてそれを解決するためにはたくさんの人の知恵だったりとかアイデアがまあ必要だと思っていますだからこそぜひ皆さん 地域に一歩踏み出して何かチャレンジをしてもらいたいなと思いますそのチャレンジをすることによってか地域はなかなか変わらないと思っています僕はそういったことを生み出すためにこの関係人口という関わり方は非常に素晴らしいなと思っています僕は関係人口という関わり方は非常に曖昧な関係だと思っています白か黒でも分けれませんしゼロか百でも分けれないそんな 関、えー、関わり方が関係人口だとと思思っっててまますすグレーでも50でもも僕はいいと思ってますしかしだからこそそこでしか生まれない価値が僕は生まれると思ってます。これまで住まないからって言って関わってこなかった人だったりとか、えー、住んでるから関わってるそういった関わり方ではなくて0も100も関係なくにその間を取っていくとか、まあ、白か黒か決めずに関わっていく、まあ、そういったことで。 新しい価値だったりとか可能性が地域に生まれるんじゃないかなと思ってますそしてその可能性を生み出すための取り組みを僕はこれからもやっていきたいなと思います以上でプレゼンテーション終わりますありがとうございました